平成26年台風第19号は2014年10月3日に発生した台風であり各地で風雨による影響が出た。進路図9月30日にマーシャル諸島付近で形成が始まった低圧部が熱帯低気圧へと成長し10月2日に合同台風警報センターによって低気圧番号 19W を与えられた。十九 w は成長を続け 3日21時に、マーシャル諸島の北緯8度55分、統計157度35分で台風となり、アジア名、ボンフォント命名。太平洋上を北西に進んだ台風は5日から6日にかけて、グアムとマリアナ諸島に大雨と強風をもたらした。台風は7日から8日の24時間で気圧を65ヘクトパスカル低下させるなど、急速に勢力を強め、 中心気圧900ヘクトパスカル、中心付近の最大風速60メートル、最大瞬間風速85メートルまで成長した。この急発達は平成25年台風第28号以来である。7日にはフィリピンの監視エリアに達したため、フィリピン大気地球物理天文局によってフィリピン名オンポンと命名された。台風は9日頃から進路を北寄りに変え、 わずかに勢力を弱めながら、時速10から15キロほどの速度を維持したまま、沖縄諸島に接近、12日0時半頃に沖縄本島付近を通過した。12日夜から進路を東寄りに変えた台風は、速度を上げながら13日8時半頃に、鹿児島県枕崎市付近に上陸。その後、同日14時半頃に、高知県宿毛市付近に再上陸して、四国を横断。 19時半頃に兵庫県淡路島を通過。20時過ぎに大阪府泉佐野市付近に再上陸。日本列島上を通信して14日早朝に福島県南相馬市から太平洋上に抜けた後、同日9時に三陸沖の北緯39度、統計143度で温帯低気圧になった。内閣府の資料をもとに作成する。沖縄 奄美と西日本から北日本にかけての太平洋側を中心に大雨や暴風となり、海上は猛烈なしけとなった。岩手県から沖縄県までの2府20県で753,111万世帯に、避難勧告が64世帯に避難指示が出された。15日10時の時点で確認されている死者は3名、負傷者は重軽傷を含め94名。住宅被害は、 半壊3棟、一部破損50棟、床上、床下浸水298棟となっている。なお大量の降雨が予測された時、事前に溜池などの水量を減らしておき、その後溜池や水田などに普段よりも多くの水が溜まるようにすることで大雨に備えるという方法で、河川の急激な増水や氾濫などを防止するといったことが可能であることが知られている。 そしてこのような対策を取った結果、淡路島では2004年10月に襲来した台風23号と比べて、同じ10月に襲来した今回の台風19号の方が総雨量が多かったのにもかかわらず、今回の方が豪雨による被害が少なかった。交通イベントへの影響スポーツイベント公営競技、その他10月10日、宝庫諸島で、 行政委員会議部所属の海洋調査船会見午号が沈没し、乗員45名のうち2名が死亡、25名が負傷した。10月13日、不山港域市で広安大橋を走行中のトレーラーから、強風によって空のコンテナが道路に落下、後続の車と衝突して1名が負傷。内閣府の資料をもとに作成する。ありがとうございます。